皆さんは海上自衛隊がさまざまな形でサポートするワークライフバランスに関する制度をご存知ですか？海上自衛隊においてワークライフバランスの意義は、仕事と私生活の両方を充実させることにより、その相乗効果を組織、そして隊員間で好循環させることです。海上自衛隊の任務を遂行していく長い時間軸の中で、組織や隊員同士の相互協力により、与えられた時間や力を家庭生活や趣味、自己研鑽など個人を充実させながら、その健全な気力やアイデア、気づきを勤務に還元する。それが組織としての成長性、持続性、即応性につながっていくものと考えています。海上自衛隊では現在、仕事と家庭の両立支援制度として主にこのような制度を実施しています。またライフステージごとにも様々なサポートを実施しています。出産から1ヶ月は仕事の方をして、で、1ヶ月経ったところから約5ヶ月間取らせてもらいました。それはもう職場でもうすごく周知が徹底されていますし、上司からも積極的に進められましたので、組織を挙げてすごく周りからも、仕事の代わりは自分たちにもできるけど父親は代わりにできないから、積極的に取るようにということで、すごく後押ししてもらいました。両立支援ハンドブックというものがあって、それをよく読み込んだのと、あとは先輩ママさんからこういう制度があるよっていうのを聞いて、はい、使用しました。私の場合は親もまだ現役で働いていましたので、ちょっと支援を得るのが難しかったので、こういう制度がなかったら、そうですね、自衛隊を辞めないといけないような状態になっていたと思います。誇りある仕事を進め、これからもその仕事を維持するために必要なこと、それは隊員一人一人が様々な事情があっても勤務を継続でき、能力を発揮できる環境を作ることです。海上自衛隊では男女ともに働きやすい職場環境の構築や、育児・介護に携わる隊員はもちろん、隊員誰もが利用できる制度を推進しています。ライフスタイルは千差万別、形にこだわる必要はありません。海上自衛隊の一員として活躍しながら、あなた自身のワークライフバランスを見つけましょう。